こんにちは、マイファームの勝又です。今回は5月の家庭菜園のポイントを3つ紹介をしていきたいと思います。5月上旬はトマトやナスやキュウリなど夏野菜の植え付けのシーズンになってきます。今回紹介する家庭菜園のポイント3つですが、1つ目、植えられる野菜が何があるのかというところ、2つ目、植える時の注意ポイントについて、3つ目、追肥などの管理作業のポイントについて紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、5月に植えられる野菜についてですが、まず種ですが、種に関しては落花生や枝豆などの豆類ですね。こちら落花生などは種をまいてからだいたい5月に種をまいて収穫できるのが10月ぐらいになってきます。その他オクラであったりだとかトウモロコシも植え付けをすることができます。だいたい5月に種まきをして7月8月ぐらいに収穫をすることができます。続いて5月に植えられる苗ですが、苗に関してはトマトやピーマン、ナス、キュウリなど夏野菜はほとんど植えることができるようになってきます。またそれ以外にですね、さつまいも、家庭菜園ですごく人気があると思うんですが、さつまいも5月の下旬ぐらいから6月にかけて植え付けをすることができます。夏野菜の苗の植え付けのポイントに関しては次で紹介の方をしていきたいと思います。2つ目、夏野菜の苗の植え付けのポイントに関してですが、夏野菜というと家庭菜園でもやっぱりイメージのあるトマト、キュウリ、ピーマン、ナス類かなと思います。こちらですね、ホームセンターで苗買いに行くとやっぱりいろんな品種が販売をしています。ご自身で自分でこう見ていただいて、トマトであっては赤いトマト以外にもちょっとオレンジ色のトマトであったりだとか、それ以外にもピーマンも甘いもの、あとは辛いものなどもありますので、ご自身でこう選んでいただいて好きなものを植えていただくといいかと思います。苗の植え付けのポイントに関してですが、だいたい5月の上旬ぐらいまでに苗の植え付けをするのが一番いいです。これが5月の下旬以降とかに植え付けをしてしまうと、ホームセンターに行った時にもやっぱり苗の販売っていうのがあまりなくなってきていたりだとか、残っている苗でもあまり状態が良くない苗なんかが多くなってくるかと思います。また6月になると梅雨の時期になってきますので、5月の下旬とかに植え付けをすると体がこう大きくならないまま梅雨の時期に入ってこう雨が降ってきて、それでこう光合成がなかなかできずに体が大きくなれなかったりだとか、病気にかかりやすくなってしまうというので、あまりうまく成長しないというふうな問題点があったりしますので、できるだけ5月の上旬までにこう植え付けをして体をしっかり大きくさせて成長させてあげるというのがポイントになってきます。また苗の植え付けですが、苗植え付けた後ですね、しっかり土に馴染んで活着根がこうしっかり張れるまでは水やりをしっかりしてあげて、しっかりこう土に馴染むようにしてあげるのがいいと思います。トマトやピーマン、ナスの苗の選び方については別の動画で紹介をしておりますので、興味のある方はぜひそちらも見てみてください。3つ目、夏野菜の管理のポイントについてですが、夏野菜ですね、5月の上旬ぐらいに植え付けをすると、だいたい5月の下旬ぐらい、2週間ぐらい経って夏野菜の管理作業が始まってきます。管理作業としては芽かきといって脇芽を取ったりっていうところであったりだとか、追肥の作業というのが発生してきます。こちらの芽かきについてはトマトとピーマンに関しては別の動画で紹介の方しておりますので、興味のある方はそちらも見てみてください。追肥については、今まだちょっと畑に夏野菜が植わっていないような状態になりますので、5月の今の時期に、ちょうど収穫の時期になっているスナップエンドウを見ながら、どんなところで追肥の作業をするのかというのを説明の方をしていきたいと思います。今日はマイファームの体験農園である森口いちご農園の方に来ていますので、アドバイザーの小西さんに実際の
作業の仕方であったりだとかを、ちょっと説明の方をしていただきたいと思います。小西さん、よろしくお願いします。はい。夏野菜は、まあ、2ヶ月半ぐらい、次々に実がつきますので、追肥のタイミングは、実の出来具合に合わせて定期的にやる。まあ、ほぼ2週間単位でやるということですね。で、夏野菜はこんなに茂らないので、株があったら難しいですけども、周りにある。株が植わってたら周りにある。で、だんだん成長してきます。そしたら葉っぱが広がります。で、葉っぱが広がってきたら葉っぱの先端。先端にまたぐるっと周りにある。というところを注意してもらったらいいかなと思います。参考までに、根っこはですね、肥料するんですけども、一番先端です。伸びた一番先端で吸うということですね。で、どこまで伸びてんのを書いたら、だいたい野菜の背丈ぐらいのところ、1メートルやったら1メートルぐるりには根っこがある。いうことなんで、自分の野菜の成長に合わせて場所を先端先端にしていく。いうことにしていただいたらいいかなと思います。夏野菜の場合も、鶏ふん油かす半々でいきます。はい、一緒ですね。皆さんにお勧めしてるのは、ここに置いてるのは、油かす、鶏ふんだけなんですね。で、まあ、どちらでもいいんですけども、おすすめは、まあ、成分ですね。肥料の成分がいろいろあった方が、野菜のためにいいので、2種類を混ぜてやるのがおすすめかなということで皆さんにお話してます。量一握り、一株一握りぐらいですか？そこが難しい。難しいです。量は、大変難しいんです。ですから、皆さん方で一遍試してもらって、そこそこ収穫できたらその量が、いいんやなという判断をしてもらったりします。で、注意点は、少なめにやる。肥料は少なめにやる。で、多い少ないの、見方ですけども、葉っぱの色。葉っぱの色が、まあ、これぐらいの葉っぱの色、まあ、なかなか難しいですけども、薄い緑がいいです。濃い緑になると、肥料が多すぎる。まあ、その辺を見て、量の加減をしてもらいたい。まあ、肥料と水については、なかなか、環境が違うので、土の環境も違うので、まあ皆さん方が経験値でだんだん積み上げていく。まあそんな方がいいかなと思います。はい。小西さんに今回は、畑で植わってる、絹さやと、あと、そら豆ですね。こちらで、追肥の仕方だったり、量の説明をしていただきましたが、夏野菜も先ほど小西さんが言ったような形で、植えてから、だいたいこう2週間おきぐらいに、成長に合わせて肥料を入れてあげるというふうな形になりますので、まあ、株の周りに、成長に合わせてこうちょっと外に行きながら、量を見ながら、入れていってあげるというふうな形で、栽培の方をしていっていただけたらと思います。以上で、5月の家庭菜園のポイント3つ紹介を終わりにしたいと思います。これから夏野菜の栽培が本格化していきますので、皆さんぜひ畑で楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは家庭菜園や有機栽培のノウハウをメインに農業についての様々な情報を発信しています。動画制作の励みになりますので、参考になった、また見たいと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回もお楽しみに。